よし、じゃあ EX のパスワード全部、あ、全部なのこれ。じゃあこれ以降は全部このパスワードなのかな。9618ね。スペースキーを押しながら旗を押して。わかりました。じゃあスペースキーを押しながら、はい、え、あ、来た、パスワード。うわー、ルシファーだ。バーン。え、これ終わり。あ、まだある、よかった。これはもしかしてやられるまでいけるのかな。あ、これも当たり判定ね。当たり判定ここね。ちょっと待って、むずむず、頑張れ。集中して、集中して、大丈夫。これは雷が。いやー、ばば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 ば
ここでぐるぐる回るべきだ。ぐるぐる回って、ぐるぐる回って少しでも、そう、これでいいから、これの方がいいんじゃない？これでいいんじゃない？いいや、待って。これの場合、雷とでっかい、この当たり判定が大きい。弾の方が厄介だな、今回に関しては。この、弾。いいくそ、なんとか、なんとか、なんとかしないと。あばばばば。今すべて避けたのに。あこれ他にもちょっと一回練習はもちろんこれ挑戦するんですけど、またまあ、なんか別の EX ステージが別の EX ステージに挑戦できるので、また多分パスワード一緒なんで、先にちょっとそっちをチャレンジしたいと思います。ちょっと15階のこの、青鬼はちょっと今はまだ無理なので、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと休憩して、ちょっと通常ステージやりたいと思いますので、よろしくお願いします。無理だ。はい、というわけで、あの後ちょっと休憩してきました。いや、やばい、本当にね。ちょっと
な、言ったらあれだけど、ちょっと難しすぎる。まあでも、あれをクリアしてこそですよね。うん、でも、とりあえずまた、さっきの、ごめんなさいね、最後の方ちょっと僕、記憶があんまなくて、ちょ、なんて言ったかちょっと覚えてないんですけど、多分次は、魔王にの、まあ、激怒魔王にの EX じゃなくて、ついに、トライアングルの、青鬼と戦ってみようかなと、はい、思っておりますので、よかったら、そちらを見ていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、じゃあ行きましょうか。このステージかー。このステージ、まだいまいちわからないんだよね。まあ、って言ってももう多分、次です。あと、明日で終わりになるのかな？明日？うん、明日か。明日で多分イベントが終わりだと思うので。いや、でも新シーズンかなり楽しみだよね。まあ、今回、まあ、キュービー降臨がなかったんですけど、まあ、それは多分ね、言ってた冒頭の、バグで、なんか、青鬼オンラインができないっていうバグがあったんですよ。それのせいだと思うんで、それでなんか多分、ちょっと後、先延ばしになっちゃったみたいな感じだから、多分一気に次のシーズン、別にキュービー降臨が連続で来るとかじゃなくて、まずは、まあ、次のシーズン、キュービー降臨は確定かわかんないけど、まあ、確定だとして、で、他のイベントもなんか連続で来るんじゃないのかなと、はい、思っております。まあ、それをすごい楽しみにね、していきましょうということです。さあ、ガスマスク、大丈夫、ガスマスク、毒気量食らおうがガスマスクさえ入手すれば何も問題はないと思っていたんだが、残念ながらガスマスクを入手することができないトライアングルさん。はい。まあ、休憩したと言ってもね、まだちょっと、10分ぐらいしか休憩してないんで、まだちょっと若干ね、疲れが溜まっていて、声がね、ちょっとたまに、息継ぎ、まあ、基本あんまり僕しないんですけど、息継ぎをするとき、ちょっと過呼吸になってしまうかもしれないので、そこだけちょっとご了承いただけたら非常にありがたいかなと思います。はい。まあ、ギャーニャーありがとう。とりあえずな、ここは揃えられてる。ガスマスク欲しい。あ、いいんじゃない？取れセブンハーン取れないよーん僕にガスマスクくださいよキラキラ。キラキラしない。ノットキラキラ。あー、マジか。誰か、落とさない？落とす？落とさない。落としてくれ、誰か。誰かキラキラを。誰か、我にキラキラをくれ。頼む。くれないか。いただけない。なるほど。あ、いただける。あー、こっち来た。ごめんなさい。もう一回やろう。今ちょっとキラキラを早く欲しいがために、ちょっと通り抜けようかなと思ったんですけど。あー、ダメか。よし、じゃあもう一回行きましょう。ダメだ、なんかもう集中力が、いや、もう集中しよう。全集中させていただきたいと思います。さあ、こういう時に限ってボットベアなんですね。はい、この、コメント欄で、ボットってどうやって見分けてるんですかっていう、まあ、コメントがあったんですよ。まあ、一応話させていただくと、こういう感じでぐる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 しばらく回ってたらまずボットです。はい。まずボット？いや、そういうわけじゃないんだけど、で、始まった瞬間に、これね、今 C とかあるじゃないですか。明らかにランクと違うんですよ。SS なのに、レベルが、まあ、レベルはいいとして、A とか C とかばっかだったら、まずボットです。はい。で、ボット部屋じゃないっていうのは、始まった瞬間になるべく早くマッチングして、かつ、あれですね、ランキングも、結構やっぱりランクって似たようなプレイヤーの方と当たるので、もちろんボットはいるんですけど、そのボットって大体下の方に行くんですよ。そのプレイヤーが優先されるから、これは、これまだ、これボット部屋じゃない？ちょっと、こういう時に限ってこれボット部屋じゃんの。まあ、ボット部屋になったら今日はちょっとボット部屋講座になってしまうんですけど、いや、プレイヤー入ってきてくれよ。あれ？これは、これも、これが俗に言うボット部屋というやつですね。はい。あー、これボット部屋だわ。いや、残念。上の方にプレイヤーがポンって出てくるんですけど、本来はね。じゃあ、どこの、まあ、ボット部屋での勝ち方みたいな感じをできればやったことないステージだとありがたい。ああ、このステージか。このステージのボット部屋の戦い方とか結構、あれかもしれない。まあ、前多分言ったと思うんですけど、まず、このステージって、まあ、アップデートが入ってない限り、ガンダブルガスマスク。アップデートが入ってない限り、だいたいここら辺からガスマスクが来るんですよ。で、このステージのロッカーって結構危なくて、まあ、ここですね。で、最終地点は、あれか。右下になるかな多分。左下じゃなくて、対角線っていうより、右下になると思うんですけど、気をつけていただきたいのが、ここ危ないんですよ、このロッカー。このロッカーはあまり、ボット部屋だと、やっぱりロッカー使いたくなるんですけど、あんまり使わないように、ここは。結構ここは、なんだろう。
プレイヤーが、プレイヤーっていうか他のボットがこのロッカー使いたがるし、かつこういう感じでいきなり来るんですよね、青鬼が。だから、あってなった瞬間にもボットにロッカーカチャって開けられて、やられるみたいなことがあるので、あんまりやんな方がいい。で、ボット部屋のいいところってやっぱりそのスイッチを押されないということなので、まああとは、最後の毒切り勝負になった時に圧倒的有利っていう形なんですが、これでもうまずこっちから来ないの確定するじゃないですか。ボット部屋、あ、ドッキリ来た。あ、ここじゃないの最初。あ、中央か。いやー、ごめんなさい。失敗した。間違えた。スイッチ押せないから、必然的に、あー、これは。トライアンクさん、下手になりましたね。そうですね。はい、ということで、残念ながら、ちょっと、まあ、最後にもう一回いきましょうか。アメンボトライアンクね。100連やらない。っていうかね、100年動画出さない代わりにもこういう感じでちょいちょい10連ずつねやっていきはするんですけど、なんだろうね、なんかちょっとやっぱり青鬼オンラインって集中力だなっていうすごいなんか実感してしまった試合というかちょっと動画になってしまったんですが、まあ、とりあえず今回ねちょっと何もクリアすることができず申し訳ないんですけど、次回は、ついに、まあ、トライアングル青になるかな、わかんないです。いろいろ他にも EX ステージあるんですよ、実は。まあ、まずやっぱりやるんだったら、トライアングル青にステージをやりたいから、そちらをちょっとぜひやりたいと思いますので、よければ、チャンネル登録と高評価、そしてベルマークつけていただくとね、わかりやすいので、ぜひつけていただけると嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。本当にごめんなさい。バイバイ。